体移して戦うことができるんでしょうか。岩手2021明治安田生命 J3 リーグ第29節。まずは右から左に攻めていく白のホーム岩手グルージェ盛岡が長いボールを蹴っていきました。手前側のタッチラインを割っています。さあどういった攻撃組み立ててくるか。そのブレンネルを使う。リンドがつく。クロスボール、しかもポストブレンネルからもう一度中村大輔のシュート、ニアキーパー西部を抑えました。今のシーンですが、しかものヘディングはポスト、そしてブレンネルから中村大輔、ニアを狙っていったんですが、ここはキーパーに、ここは安藤、さあ安藤中に切れ込んでいって高橋俊太にまた旗が上がっています。オフサイド、あと少しのところでした。高橋俊太挟んでボールを奪った岩手、そして鹿間です。足かかってファール、あと末木にイエローカードということになるとレッドカードです。退場ということになりました。ポジションで攻守バランス取っていた末木だったんですが、2枚目のイエローカードで退場です。間を行くが、ここは体を入れて守りました。音泉、あーしかも奪った、しかもシュートを狙う、和田詰められるか、最後は林道です。さあ右に流れているモレラと裏取る鏡、鏡のクロスは最後飛び込めるか西田、守った富山、そして中村大輔です。モレラと追い越すような形は小野田、モレラとから裏のスペース西田、西田からブレンネル倒れますがこれも増えない。小野田のシュートだー、この時間帯に小野田、後半の40分、ホームの岩手グルージャ盛岡が先制。ボールこぼれて西田ヒール、ブレンネル倒れますが脇本が必死につないで小野田打つかと思ったんですが、一旦フェイントを入れてブレンネルのフィジカルキープ力、そして西田拾う、モレラトが裏を取る、姫野を飛ばしながらシュートはポスト、キーパー西部触っています。コーナーキック、西田から最後はモレラト、姫野がマークについていましたが最後フィニッシュまで持っていきます。あっとここで試合終了のホイッスル、岩手グルージャ盛岡が1対0。